ございます。はい、おはようございます。お元気ですか？はい、ちょっとなんかはい。休みでいつものような時間の流れじゃないものですから、バタバああ、タしてすいません。そうですね。春休みですね。はい、イースターブレイクというふうに言われております。アイスターブレイク、はい。スプリングブレイク。スプリングブレイク。はい、イースターブレイクっていう人もいるよね。Yeah, I think あれ、キューちあゃんれ、の放ケム。送は。Yeah, she wrote, what is it? She wrote Don't Kim. Anyway, Kim. put the private, I mean, person's name. ヒデさん、おはようございます。おはようございます。はい、はい、そちらは3時ぐらいだと思いますが。3今時日、に、はい。ご飯食べてる。あ、3時にご飯食べてますか？なんていうことでしょう。これじゃあどんどん堕落していく。休みだ。何を食べてますか？それ説明して、そのオリーブ巻いたやつ。Can you explain to him? I have no idea what it is. It's called Dolma. Dolma. DOL. Ma. And it's a Mediterranean food. It's あ、a kind of 地中海の料理ですか？ It's kind of like a... なんかスーパーに行って、はい。サンドイッチの具材を買ってくるようにお願いしたら、はい。なんかスーパーセールやってたんだよね。うん。それで、その地中海だかなんだか知らないんですけど、秋代は。はい。なんか葉っぱにご飯を巻いて、オリーブオイルにつけたやつなんですけど、いや、ちょっと、Sorry. それで、それがなんかすっごい安かったんで、買ってました。It's それで、Mediterranean style. そう、メディトラニアン It スタ is イル。a 地中海料理っていうことですかね。grape leaf soaked in ごめんなさい、olive ブ oil. ドウの葉っぱに、はい。ライス、ご飯、Rice お米を soaked in with, I 巻い think there's て、some meat too, 最初に葉っぱで巻いて、maybe. で、それをオリーブオイルと多分レモン、Soaked in lemon, つけてあったもの。それから何かやっぱりグレインなんですけど、はい。穀物ですけど、Maybe couscous? クスクスの、Couscous? 穀物に野菜を刻んで入れた、まあ、いわゆるとてもヘルシーなものなんですけど、それもスーパーセールで、なんか全然サンドイッチ食べてなかったんだよね。サンドイッチ買いに行ったのにね。そうなんです。あ、本当つまらない会話だなって、つまらないこと言っちゃった。すいません。クスクスっていうのは南米の、なんか中米か南米かのあれですか？あれはクスコか。クスクスって何ですか？クスクスっていうのそんなの聞いた。日本のマーケットにも多分あると思うんですけど。It's a grain? You mean that it's actually a grain? はい。どうしよう、やっぱり。はい。いいクでスすよ。はもうわからなくて、すいま せん。いいえ。何かそういうのもすごくタイムリーに説明できればいいんですけど、なんか、しょうがないはね。い。じゃあ、そうですね。今私がとても関心があるのは、トランプさんのことなんですけども、ヒデさんはトランプさんのことどう思われますか？ Wow. Trump. Well, I guess he's going to get the nomination for a Republican candidate for president, and but he's definitely not near the Tea Party as far as a Republican viewpoints, his religious viewpoints. 短めにちょっと、秋夫さん、訳してくれよまくすわか？かんないですよ、それ。よくわからない。What's the not near the Okay, Tea Party means? Republican Party has kind of two sides, はい。two sides. じゃあ、トランプ氏は、今、ちょっと急に、リスナーさんの方に、急にトランプさんと言われてもあれだと思うんですけど、まあ、今日、はい。かと思うんですが、大統領選挙がやってきますね、アメリカに。は
はい、あのそのお話を、まあ、現地にいるアメリカ人の、秀夫さんに、うん、まあ、あのインタビューという感じで、お話ししてるんですけど、はい、今旧トランプさん、うん、大統領候補になるのはなろうとしています、うん、その方が、についてどうですかということで、うん、おそらく、リパブリカン Republican Party リパブリカンの、 あの大統領候補として出るようになるとは思うんですけど、うん、でもリパブリカンの中にあの2つの、It's like kind of, there's a division in like two types, if you will, two types of Republicans. あの2つのタイプにこう、うん、リパブリカンが分かれてるんですね。あの共和党ですね。共和党には2つの、2つに分かれてると。はい、分かれている。共和党は2つに分かれている。And one, yeah. One type of Republican is the religious Republican. That's the religious right, conservative Christians. Evangelical Christians who are, you know, basically, the, those, for the most part, they, not all. But... ちょっと待って、あの、アキオさんいないの？あの、今言ったのは、あの、一方は宗教的な、あの、福音主義の、あのクリスチャン の, あの一部があるというですね。はい。And the other side is money. Money. The other side is the Republicans who want to keep their money, who are rich and are not religious. ああ、もう一つのグループはあのお金持ちのグループで、あのお金に執着するような富んだ人たちということですね。でも大体リパブリカンってお金持ちが多くないですか？ Yeah, So, in generally speaking, お金持ちが多くないですか、リパブリカン。共和党は。Not always, but I don't know. そうか。でもなんか、あの、私が知る共和党の方々って結構、あの、Yeah, the reason why, 豊かな方が多い。Most evangelical Christians vote Republican is because of the issue of, homosexuality and, yeah, and abortion. Those two.秋代さん、短めに通訳。あ、すみません。あの、なんだっけ。Gay rights and abortion are the、うん、are two things Republicans are against and Democrats are always for. So that's why religious、ね、people are usually 堕胎とそれから同性愛に関することにまあ反対しているような考えを持っているのがあのリパブリカンと言ってもいいと思います。はい、That said, まああの簡単に言ってしまうと他にもね細かなことはあります、ね。Yeah, but it's very hard for me as a religious Republican to look at Trump and say I want to vote for this guy. であのクリスチャンとしてもねなんかこう、So what's the connection between that main?Thinking of Republican and Mr. Trump's? For the most part, I think Trump is just, I don't, he's very much in everyone's face. He's very arrogant. He's loud. そこまで言うね。じゃあ、トランプさんっていうのは、あの、まあ、あの、そうですね、クリスチャンとして、あの、やっぱり私たちは、こう、戦争反対ですし、あのみんなでもうちょっと博愛的なあの考えをしたいんですけど、トランプさんっていうのはもっとこうなんていうんですか、エッジが効いてるっていうか、yeah. あの人のあの顔に向かってピシャって物事をあの言いつけるようなそういう態度がありまして、あのそういう方をサポートしづらいというふうにヒデさんは思っているそうです。あの、yeah.トランプさんの信仰は どうなんでしょうか。トランプさんの信仰はちゃんとしたクリスチャンの信仰ではないですよね。He's not and he doesn't pretend to be one either. He's probably an atheist. トランプ氏はクリスチャンではないし、トランプさんクリスチャンじゃない。おそらく、no. あのクリスチャンだっていうことは言ってないですし、He's not using it as a platform. 全然あのある政治家たちはその私はクリスチャンですということをプラットフォームとして、うん、あの政治活動を展開をしている方も多いんですが。うん、あのトランプさんは、まあ、一切そういうことはなくて、あの、まあ、何を信じてるかということも言われてないんですけれども、
そうですね、今コメントになんでクリスチャンだと思ったかっていうと、やっぱりリパブリカンは、クリスチャンプラットフォームの政治家の方が多いんです。なので、まあ必然的と言いましょうか、やっぱりそういう考えじゃないかという先入観もありますから、そう思うわけですが、しかしトランプ氏に関しては、そういうことはないということです。 Also, Trump is paying his own way for his campaign. He's not taking any money from anyone. すごい。で、トランプさんというのは、その、So he doesn't owe anyone anything. は、一切、他の方からの援助を受けていません。あ、お金があるから。He's a billionaire. 自分の、財産を使って、自分で、選挙活動をされているということ。And Americans appreciate that very, very much. He's not using taxpayer money or incentives and stuff like that, or giving rich people tax, credits for giving donations and stuff. He's just using it. And I think most Americans appreciate that.で、それはアメリカ人にとってどういうことかって言いますと、その自費で全部賄っていただけるので、政治献金とかそういった問題、それから多く献金をした人が優遇されるといった問題が一切発生しないということで、いい面もあるってことですね。はい、アメリカ人はこれはいいなと、全く自分たちのね、援助なしにもやってくれる人なんだなと。結構珍しい、それ。It's a rare case. I can't remember if anyone's ever done this. Yeah, it's expensive. やっぱり大統領選っていうのは、costs hundreds of millions of dollars for the president. ものすごくお金がかかりますから、それを自費で全部賄えるっていうのも、やっぱりそれもギフトだよね。It's kind of gift that he has from the Lord.そう、私はやっぱりそういう財力っていうのも、その天から与えられた才能の一つではないかと思いますか。はい。Yeah, most Christian Republicans, I think, support Cruz, who is another candidate, but he's showing that he doesn't act presidential so much.He's like a nice guy, I guess. He's also from Republican. Yeah, he's a candidate. もう一人の大統領候補がね、クルーズさんという方ですが、クルーズさんね、クルーズさんがもう一人共和党の候補ということですね。今ヒデさんが言ったので聞かれた方も多いと思うんですけど、ナイスガイというふうに言われてまして、やっぱり人当たりのまろやかな方です。でもやっぱりそのリーダーとしての強さはちょっといまいちだから、まあトランプさんは強すぎる部分が、Trump is too strong and he crushed the opposition against him in the Republican Party. He got in everyone's faces. He told them, he was basically confronting them on many different issues, and they were like, they couldn't respond to him. He's too sharp, too quick for them.And so they all just one by one dropped out. トランプさんはそうやって強すぎて、何にでもこう、なんていうのかな、対抗したりとか、そういうことをすることで、こう批判も激しいですし、急にそういう、なんていうかな、強い態度で出られて、で、まだ選挙候補中だもんね。それでそういうことをされることに、人々は対応がしきれていないっていうことがあります。そして、片やクルーズさんの方は、人当たりがまろやかすぎて、やっぱり、リーダーとしての、強さを感じないので、まあね、二人は両極端だよね。クルーズさんは、すごく真面目なクリスチャンなんですか？ No, they both represent the different sides of the Republican Party. Trump represents the people with money who want, and who own businesses, right? So he represents all the people in like small businesses. リパブリカンの中のそのウェルシーな豊かな方々のそのサイドをリゼントしています。アントラプノールね。And also anyone who has self business, like someone like in your case. ご自分でビジネスをされている方。そういう方を、ボンナゲンさん、お久しぶりです。あと、フィリップさんという方もおはようございます。ごめんなさい、忘れちゃいました。クリスチャンは、
あ、じゃないや。クルーズさんは、Mr. Cruz represent which side of the Republican? The religious people like myself. I would have voted for him, but クルーズさんが、もう一つの、あのクリスチャンの方の、じゃあ、そういう、すごく信仰的な人なんですね、クルーズさんは。He has the support from the evangelical community, the Tea Party, so to say, the Tea Party. あので結局あのイヴァンジェリカルの教会を、あのがサポートしているのがクルーさん。But this also shows how weak evangelical churches in American politics today. ということはやっぱりそのこれはね、あの一種のアメリカの状態を表している。つまりそういうあの財力を持った人々がやっぱり牛耳るような、強い態度を見せて、そしてクリスチャンのようなそういう人たちはこう人当たりがまろやかで端に押しのけられるような、そういうアメリカの情勢を示唆しているようでもありますということですね。あ、クリスチャンの人たちもそのクリスさん応援してるけどやっぱりそのお金に負けちゃってるという感じですか、アメリカが。お金に負けるっていうより、このトランプさんのパワーに負けてるよね。No, because actually this is the first time that I think this is the first time I can remember that the evangelical community was like separate from the financial, you know, the financial Republicans, the fiscal Republicans, the Republicans.Who benefit from having a Republican president because of their money, and then the religious Republicans who don't want abortion and who are against gay rights. Okay, those are the people that are kind of camped in, and they were never divided before this election. You know, pre-election time. This is the first time ever, so I'm shocked. That this is what happened. 何回か先ほども言いましたけど、その共和党の中でと。まあ、二つに分かれる態度が、あの、考え方がありまして、で、一つはその、まあ、ビジネスオリエンテッド、お金持ちの方や、ビジネスをされている方、そしてもう一つはそういう、社会そのものにね、やっぱり、堕胎であるとか、それから、同性愛に対する問題に対応しようというその2つに、あの今まではみんな共和党は1つでそういうのを持ってたんですけど、今このプレジデンシャル、one candidate always represented both sides. 1人の候補が全部をあのリプレゼントしていましたが、今回に限りそれが真っ二つに分かれて、そしてこっちのサイドの候補者で、もう一つのサイドの候補者というふうに初めてクリアに分かれた、そういう特徴があるらしいです。要するに共和党は今まで一枚岩だったのに、今回初めて二枚岩になってしまったということなんですね。だから、あの、That's why I thought that Republican has the image of kind of rich people. あの、私はその、あの共和党に関してこう結構豊かなイメージを持っていましたが、それは 前までそう全部ひっくるめて、あの一人の候補に全部をこうリプレゼントされてたからそういうイメージがあったけど、今回はそのお金の部分は切り離されて、でそれでトランプさんが、まあ、受け持ってる感じになってしまって、でそのトランプさんは、あの同性愛とか中絶に関してはトランプさんどういう意見なんですか？I don't know how he feels on that issues. Because I don't think it's not his platform. His platform is to make strong America's economy strong again and to make America's military strong. And we're not going to back down from anyone, just like he doesn't back down from anyone. あの、あまりそういうことについては触れてなくて。It's not his, yeah, it's not his campaign point, isn't it? やっぱりアメリカのその財力が、あの、経済力が、強くなってほしい、そしてミリタリーを also、あの軍事力も強くなってほしいという、そういうエンファサイズなんで、あまりそれはあのやっぱり自分は日本人で選挙関係ないんですけど、And I know he's against Obamacare, but I don't know if he's gonna get rid of it. オバマケアに関してもまあ反対なのかな、そういうあのはっきりは言われていませんけど、もしかしたらそうかなと。まあ、まだね、あの、これからどんどん演説を聞いたり、もっともっと多くのことが明らかになっていく段階ですが、
まあ、とりあえずこうインプレッションと言いましょうか、印象的なことを今話していますね。まあ、今のところはもうトランプさんが共和党の候補者になる可能性が大きいということなんですね。はい、大きいですよね。He's gonna be the one from the, I mean, Trump's gonna be the one from, for the... Yeah, yeah, for the Republican Party, yeah. I don't see any way how he could not be, you know. He would have, if the Republican Party says no, then they have to run a candidate who got embarrassed by Trump in the last couple of months. And Trump will be independent and run for president anyway. So... もし、リパブリカンで、まあ、こんなことはありえないんですけど、仮にトランプさんが外されるようなことがあったとしても、トランプさんはご自分の財力で、自分でまた出てくるであろう。Independent party でね。And he'll steal mostly Republican votes, not Democratic votes. そして、今までそのトランプさんについてきた、その票は全部そちらの方に、そういう人たちの票も持って、行くであろうと、そういうふうに考えられますが、まあそんなことはなくて、多分トランプさんが共和党の候補者となるということになりそうです。そして民主党ではヒラリーさんがなりそうですけども、ヒラリーさんとトランプさんが戦うようになったときに、どっちがこう勝ちそうな感じなんですか？カリフォルニアではやっぱり民主が強いので、この州ではヒラリーが勝つでしょう、多分。Yeah, when Bush won twice, he lost California, both 例えばブッシュ大統領の例でいきますと、カリフォルニアでは負けてますから、2回投票したけどね。He lost huge in California twice. まあ、カリフォルニアは民主党の州ということですね。Super liberal. なぜかっていうと、だって when you go to college here, it's forced, almost like a forced to be, you know, Democrat. So, well, it's because it's a mixed race group of people. フォースされた生徒もいるんだよ。I don't think you can't force anyone to be Democrat or Republican. なんかリパブリカンだから成績を落とした。There's social. No, there's peer pressure from your classmates and stuff like that too. Yes, teachers. Like in my coworkers, yeah, they're all super liberal. They went Bernie Sanders. ピアプレッシャーが非常に強いよね。Yes, Bernie Sanders is like. 肩身が狭いです。今のところちょっと訳してほしいんですけど、バーニー・サンダースを入れろというそのプレッシャーをかけてるという話ですか？ My co-workers are almost completely for Bernie Sanders. ヒデさんの職場の、ヒデさん先生なんですけど、職場の同僚の先生たちは全部バーニーさんの方。 He's an ultra, I mean super liberal.学校とか会社でそういう政治的な圧力っていうのは ないんでしょ？圧力はないんですけど、みんながそういうのを応援して一色のムードに染まるっていうのかな。あ、私も大統領選の時にカレッジ行ってた時は、はい、周り中全部民主党のが勝たなきゃいけないし、もう リパブリカンはもうほとんど無視っていうか、日本では学校とか会社でそういう政治的な話はあまり出ないんですけど、アメリカではそういう会社でもそういう話が出るんですか？いや、そういう、in Japan, they don't talk about politics. Yeah, in America, we shouldn't. No, the rule is you don't. 大統領選だから出る。Everyone thinks everyone else is liberal, they feel free to talk about it. もちろんそういうことを、なんていうのかな、こう政治の話とかをプッシュするようなことはしては、本当はいけないんですけど、でもやっぱりもう大統領選になったら、やっぱりそんなルール。Yeah, I had one of my coworkers yell at me, said, I'm not talking to you about this, Eric, because you're Republican. And she just yelled at me and said that. 他のその同僚の先生にこの前実際に言われたことは、はい、あなたは話したくないの、あなたはリパブリカンだからねって言われたそうです。ヒデさんがそう言われたんですか？
That's what she said. And she never talked to me after that. それでその後、一口も口を聞いてくれないって。そんなことがあるんですか。で、いじめられてるじゃん。どうしよう、やばくない。I'd rather be easy made for Jesus rather than stupid political party. でも、そんなね、バカらしいね、政治のためにいじめられるんじゃなくて、イエス様のためにいじめられたいって言ってます。アメン、アメン。アメンですね。アメン。まあでも結局、その共和党の方にクリスチャンが多いということは、カリフォルニア州は民主党が多いので、結局クリスチャンがいじめられてる州ということでもあるんですか？いじめられてるっていうか、まあ、いじめられてるよね。結構嫌な目で見られたり。Yeah, I can't. やっぱり友達とかも同性愛者とかすごい多いしね、みんなどう思ってんだろう、なんでまだ私は友達でいてくれるのっていうか、私クリスチャンで教会行ってるって知ってるのに、mm. そういう話一切しなくて、ずっと友達でいてくれる人もいます。That's true, yeah. で、私はなんか恵まれてるのかわからないんですけど、そういうことでこう友達と言い争いになったことがないので、結構向こうも尊重してくれてるし、で、私も決してそんな個人攻撃をしたり、誰かの考えをめちゃ無理やり変えたりとか、そういう、なんていうのかな、意思は一切ないので、まあそれが分かってもらえてるのか分かんないんですけど、やっぱクリスチャンで教会行ってるって言ったら、警戒されてるのかな。ああ、カリフォルニア州ではそういう感じがありますね。You think the other people who's not Christian are cautious about what we are? In California? Yeah, like the liberal people that I work with, they all think that all the Republicans are like old white religious people.リベラルの人たちね、民主の中でもリベラルの人たちのその固定イメージはやっぱりリパブリカン、その共和党の人はみんな年を取って白人、mm-hmm. でクリスチャンで And rich. そしてお金を持っている、それ全部ごちゃ混ぜてると思うんだけど、そういうイメージを持ってるそうです。And they always joke about it and make fun and stuff like that. それで、まあ、ジョークのネタにされたりしています。トランプさんが大統領になったらどうなると思いますか？アメリカは。We could have another war. I don't know. もしかしたら戦争。Oh, that's someone else wrote then, so yeah. I kind of agreed with that, yeah. I was just right when I was thinking that. Because if he senses even a little bit that Pakistan is helping Al-Qaeda or something, I promise you he will go in with American military and blow that country right off the map.Nuclear bombs まあ、今ちょっとパキスタンっていう、yeah. 実名出たんだけど、そうではなくて、そのもしトランプ氏が大統領になって、もしそのテロリストを援助している国を嗅ぎつけてしまったとしたら、その国に爆弾を落としちゃう、それぐらいの方ではないかと想像されると。なんかね、核を使うとか言ってましたよね、IS。Pakistan has nuclear bombs, so does India. And I don't think... No, I mean, the United States forced that. No, they're not going to drop any nuclear bombs, but they're going to blow them. Yeah, we're not going to use nuclear. You can't get the public to okay that ever again, but... アメリカは、その核は落としません。With standard bombs and military personnel march in there and just take over Pakistan like we did Iraq or something. 核以外の結構アドバンスな爆弾とかあるじゃないですか。いろんな武器があるじゃないですか、今。そういうの全部アメリカ持ってますし。Obama has been patient, I think, with a lot of countries that he knows is helping. Obama はペーシェントだったと言ってるんですけど、私はそれに関してはどうかわからないんですけど。Trump is a different animal. He will not take anyone helping terrorists against American interests. そういうことも私すごくなんか
そう、ヒデが言ってることもわかるので、私はやっぱりヒラリーさんになってほしいかなって思います。I think ね、Hillary Clinton as president would be a kinder and gentler America. kind, 結構いいことになるんじゃないかな。Kinder and gentler, like, I think,、うん、yeah, so I don't think it's bad. 私はヒラリーさんをすごく尊敬してて、やっぱりいろんなね、政治活動を見てても、こう人々のためっていうのが大きいから、私は絶対ヒラリーさん、でも私アメリカ人じゃないんで、そうですね、うん、まあ私たちね、クリスチャンとしてアメリカ大統領選挙のために祈らなきゃいけないと思うんですけども、まあ誰がなるべきか、神様のその御心で選ばれてほしいと思うんですけども、実際誰がなるべきかということはよく見えてないんですけども、ちょっと戦争だけはもう本当にやめてほしいし、戦争ね、戦争はやめてほしい。アメリカはもう本当に自分たちの利益のために戦争を起こしすぎだし、うん、他の国のせいにして、うん、結局全部自分たちで戦争をやってるのはアメリカっていう部分があります、うん、そういう部分があります、うん、全部が全部そうではないです、うん、なのでそういうのを一切ね、やめることができたらと私は思います、うん、そうですね、まあ、そういう意味ではアメリカの大統領選挙ですけども、世界に大きな影響があるので、世界中がその誰が大統領になるか、やっぱり関心が持つべきだし、祈るべきだし、本当に、この終わりの時代の、霊的な戦いのためにも、やっぱり激しくやっぱり祈らなきゃいけないんじゃないかなと思うんですね。はい、もうやっぱ戦争とかになってくると、またね、イスラムのこともありますよね。イスラム国、うん、世界中に今テロリスト活動を始めてるような部分がありますから、それがまたアメリカに来るようなことになると、もうその同性愛であるとか その他の部分の政治は一切もう問題ではなくて、命のことになってきますね。そうですね。なります。そうですね、うん。もうヨーロッパはそういうふうになってきてる。はい、ヨーロッパはまさにものすごい深刻でね。もう本当に。ヨーロッパは今、うん、もう本当に命の問題になってますからね。そう、それでクリスチャンがこういう人たちだとかね、うん、クリスチャンのジョークを言ってる今の方がよっぽどね、平和ですよ。うん、本当に。今にもうどんどん終わりの時代だから、うん、大変だよね。はい、はい、まあ、大統領選挙ね、うん、今年ですよね。今年決まっちゃうということですよね。7月か8月に決まっが11月に最終的に決まるということですね。で、7月か8月には共和党民主党の候補者が決まるのが7月ですか。で、So when do they decide that? Even if they decide, they still have the primaries for every state they have to cover. So primary はいつ？ Primaries are kind of like a pre-election, so、mm-hmm.You can vote for, if you're a registered Republican like I am, then I can choose. I think it's coming up this next month or so. Maybe. 来月にプライマリーっていう、maybe, その、no, no, maybe May. I have to check. プリボートがあって。Yeah, it's voting for the、party candidates. その党内のね、候補者を決める投票が来月あります。それで、最終的に決まるのはいつ？まあ、11月。I mean... 11月？ Within the party,、when do they decide? That depends on how many、electoral delegates that are picked、mm-hmm. up by the... It's kind of a hard system to explain, but each state has certain number of Republican representatives from different areas that will say that our area that's Republican supports this candidate. And usually it's done by the voting that we do. それが
But 来月始まって when they realize that they don't have a snowball's chance in hell of winning, then they just basically they give up to their candidates to Trump, for example. So, その各州違う候補者とかいて、いろいろ複雑なことになってるんですけど、そのプライマリーが終わった後にいろいろなことが動き出すみたいな。あ、そうです。Yeah, so the other candidates can just bow out. I mean, they can just give up and stop. やっぱり望みがないなという候補者たちは、まあその頃からこう、まあやめるというかね。そうですか。はい。まあ、はい、それをもっとね、されていくということらしいですね。はい。もう本当にですね、もう本当はクルーズさんになってほしいんですけども。でも、わかんないですね。そうですね。Yeah, Cruz is younger. Well, Cruz is young, so he still has a chance to be candidate in 4-8 years from now. あの、今回がダメであっても、まだチャンスはあります。チャンスがあるということね。Yeah, he's not that old. Yeah, what is he? Early mid-40s or something? 若いんだ。若いけど。Well, his hair's still black. I mean, I don't think he dyes it. まだね、40代半ば。あ、そうですか。若いんですね。クルーズさんね。若く見えた。He looks really good though, yeah. もっと若く見えた。Looks very young. He looks younger than he actually is. すごく若く見えたね。本当にすごかったね、オバマさんはね。Yeah, for if Obama dyed his hair, he would look very young. But I think he likes the presidential look of gray in his hair right now. でもオバマさんは候補者の時はすごく若くて。体験が良くて、でも今やっぱり少しお年を召されたように見えるのはやっぱりその国労っていうか国の苦労してるというか、ね、苦労されてそういうふうになっちゃうんじゃないかなと思いますけど、ね、でもまだ素晴らしいルックスをしていらっしゃると思いますけどね。Those guys are still young. I wonder if Michelle's gonna try to do what Hillary did 20 years from now or 15 years from now. She's like 60 or something, 60.Maybe 10 years or something down the road. Who knows? また大統領夫人がね、将来出馬するようなこともあるかもしれないと。She's still young too. Yeah. あ、そのオバマ大統領夫人ですか？そうですね。Yeah, he was 40, so he's 52, right? え、まだ52歳なんですか？ It's like 46, I think, when he became president, so he would be 52. そう、そう、若くて。驚きの、so、you're talking about もちろん黒人であるっていうことも驚きだったけど、はい、はい、ありがとうございました。じゃあアメリカ大統領選挙についてはそのぐらいで、もう一つね、用意されてるのがあって、レイチェルさん、オバマってあだ名つけられたことあるんですか？それハンサムじゃないですか？とても、このコメントを書かれた方ですね。イースター、アングリカンのイースターについてね、ちょっと用意されてるということで、まずじゃあ、明夫さんお願いします。写真出します。はい、じゃあ、そう、 we're gonna talk about maybe Easter visual. Yeah, well, start with theMonday, Thursday? Yeah, there's 4 days, first of all, to tradition. じゃあ、私たちは聖公会の教会に行っていまして、聖公会っていうのはイギリス国教ですね。Mm-hmm. それで、教会内にやっぱりイギリス人が多いんだよね。Mm-hmm. それで昨日は、一昨日か、牧師宅にお邪魔させていただいたときに、みんなよくね、イギリスの方に旅行されるらしくて、イギリスでのそのお買い物の様子とか、そういったことをね、ドライビング事情、運転事情、交通事情ですね、そういうお話も聞いて非常に興味深かったんです。なんか日本に似てるとこもあってね。その左側通行というのがイギリスも左側通行っていうことですね。それだけじゃなくて、やっぱ道が狭くて、二重駐車とかしちゃってたりとかして、非常になんかどっかで聞いたことがある話。そうですね。じゃあ、写真いきますか。はい、写真は特にオーダーはないんですけど。あ、そう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 です。はい。On Thursday?はい、じゃあ聖公会ではイースターの季節をどういうふうに過ごすかということで、まずレントから始まらない？Oh yeah, it goes back 40 days, right? Before.
じゃあまずキュウちゃん、イースターとは何ですか？イースターというのは復活、日本語で言うと復活祭なんですけども、イエス様が十字架にかかって3日目に復活されました。その復活をお祝いする時ですね。はい、ということで、日本であっても教会中でお祝いしています。うん、あのね、イースター知らない方は結構いらっしゃるんですよね。なので、キリストに関することですよ。うん、ということで、じゃ特にうちの教団では、そのイースターにあたりまして、まあみんなどこも同じと思うんですが、うん、まずその40日前、イースターの40日前から、受難節が始まりまして、レントと言います。で、その時に自分の好きなものをこう断食したりします。で、あの断食はご飯だけじゃなくて、あの自分の好きなものを遠ざけて、あの私の友達はカトリックだったんですけど、彼はフェイスブックを一切やめていたという、うん、あのそういう証もあります。で、そしてその受難週の時に何を考えるかっていうと、イエス様が私たちの罪のために十字架で死なれたっていうことをあのよく瞑想し、そして賛美歌は全部マイナー調のものが多くなり、そして教会ではアレルヤが言えなくなります。アレルヤ禁止だよね。 During the rant we don't say Alleluia. HiI'm not sure. Remember, yeah, Father Rob said if someone asks you for money this time, just. Ah, so so. で今年は特にあの牧師が人に親切にしようということで、この年の時に、誰かがあのお金に困ってたら、援助しようというふうに。今年はまたね、毎年違うことを言うんですけど。For 40 days. まあ。楽しいことをやめるっていうことで、日でも何か断食したことがありましたね。そうですか。覚えてないそうですね。で、いよいよ、そう、イースターが近づいてくると、あの、マンデーサースデーっていうのがあります。あ、その前違うよ。その前にパームサンデーがあるじゃん。そうね。モンディ。あの、パームサンデーがあるじゃん。じゃあ、パームサンデーは何ですか？あ、いやいや、パームサンデー。Hi. Palm Sunday is a celebration of Jesus entering Jerusalem 1 week, well, 6 days before his crucifixion. 十字架にイエス様がかけられるその6日前に、パームサンデーというあの、まあ、お祝いではありません。記念をします。それは、なんだっけ。あ、その6日前にイエス様ロバに乗って、ロバに乗ってエルサレムに入場される、されたんですね、実際に。It's a week, actually. で、その時何するの、教会で。We had, everyone was given a palm leaf. 違う。人は、教会の礼拝堂に入れません。Yeah, everyone met outside. 外で、集まります。で、あのパームサンデーの朝っていうのは礼拝堂の中に入ってるのは、まあ、体が弱い姉妹とかはもちろんあの中に入っていいんです、でもあのその他の方は全部外にいて、でそこであのヤシの木の葉っぱをもらって、そして一緒に聖書を読みます。はい、そして賛美歌を歌いながら礼拝堂にみんなで入場して、その時にイエス様のあのことを言わない、そのヤシの木っていうのはその足元にね、キリストの足元に敷いたものですよね。ちょっとそこをキューちゃんに説明してもらったらいいですか。Yeah, no, in the Bible, Jesus was riding on a colt or a donkey into Jerusalem.And the leaves of the palm trees were on the ground, so that he walked on top of that. あの結局ですね、ヒデさんが言っちゃったんですけど、あのイエス様がロバに乗ってエルサレムに入場された時に、その足元にヤシの葉をみんなで敷き詰めたっていうことで、それで私たちは教会からヤシの葉っぱをもらって、その聖書の箇所を読んで、それから姉様に感謝する賛美歌を歌いながら礼拝堂に入って、自分たちも礼拝堂に入場するっていうこと。
で、その日はそれだけですよね。で、あとは普通に礼拝して。で、と、そのパームサンデーの、後の木曜日、マンデー、サーステイ。マンディー。マンディー、サーステイが。野球バカなんで。マンディーじゃなくて、モンディーサース、サースデーなんですね、モンディー。モンディー。はい。その日っていうのは、私最初ね、アングリカンってマンデー、サースデーだと思って、月曜日から木曜日までも礼拝すると思ってたらそうじゃなくて、特別な意味のある木曜日だったんです。Spelling is different, yeah. それはどういう意味なの、モンディー、モンディーは。It's just the celebration of Jesus, introducing the Lord's Supper to his disciples. That's the whole point. で、それは何の記念をするかっていうと、イエス様が弟子たちに主の晩餐会を教えた。そのことを記念して、私たちもそれを思いつつ礼拝するっていうことです。で、その次の日がグッドフライデーですね。じゃあ、グッドフライデーはどういう礼拝をしますか？Very solemn, quiet, kind of, ちょっと on the dark, 暗い side. とても暗い。で、教会堂の、ごめんなさい、木曜日も金曜日も夜に礼拝するんですね。それで金曜日の夜、電気もつけないでね、半分照明を落として、それですごく厳かに、そして静かに礼拝します。で、最後にオルターのテイクダウンがあるでしょ。Yeah, they strip the altar. That's a term they use. They tear apart the altar stuff that we usually have for every Sunday. So it's only the table left, and then they put a cross, and then they wrap the cross in a black cloth, and then stick the needles from the thorn of crown that Jesus had on his head. で、そのグッドフライデーの夜の礼拝の一番最後には何が起こるかっていうと、礼拝堂のその飾りみたいのがあるじゃないですか。じゃちょっとそこで写真を出していただけますか。はい。長く。これは今花が飾ってあるイースターの状態なんですが、はい。これがまず花がないんですね、最初にね。で、フライデーに、グッドフライデーの礼拝の後に、そのテーブルの上にあるろうそくとかそういったものを一切片付けます。で、みんなが賛美歌を読んで歌を歌ってる最中に、それが全部なされます。そして、テーブルの上に今度は十字架が置かれて、で、その十字架の上には黒い、布がかぶされて、リネンですね。Yeah, wrapped it around the cross. So the shape is almost like a head. ああ、そうだね。で、十字架にその黒い麻布をこうまるで人の頭みたいな形に覆ってですね。で、その上に茨の冠を乗せるんです。その茨の冠がまたリアルでね。Yeah. すごくトゲが長い冠を。あるんだよね、教会にね。そう、どこから持ってきたかわかんない。3 and a half, 4 centimeters long. They were long. いや、5センチとか4センチから5センチぐらいのね、トゲがある、その茨の、冠をね、十字架の上の布のそのまた上にかけて、それで電気真っ暗になって、それで全部全員喋っちゃいけなくなって、and everyone prays for a while in a moment of silence, and then one by one they walk outside quietly. そしてそれが礼拝の終わりで、でみんなはその礼拝堂にちょっとの間残ってイエス様の十字架を瞑想します。そして一人一人静かに、はい、教会堂を、後にして、それで家路に着くというわけですね。で、それが今まで言ったのが、木曜日。で、今言った金曜日。そして土曜日は何がありますか？ The Easter Vigil. Easter Vigil というのがあります。Easter Vigil 何やります？ Easter Vigil is kind of a link, I think, from Good Friday to the resurrection time.、で、この日は何をやるかっていうと、まあ何に当たるかっていう
と、あのグッドフライデーでキリストが十字架にかけられた時点から、キリストがその3日の後に復活されるその中間点、その2つをつなぐ、そういう、まあ、儀式ですね。はい。で、実際の内容は、あの、創世記から。But that service was two and a half hours long. そう、2時間半のね、長いサービスで。And there's a lot of scripture reading. Lots. 創世記からやるんだよね。聖書物語を全部やって。The whole creation of the earth was, that took 15 or 20 minutes for Beth to read in the cello playing, right? そうですね。で、あの、その、聖書を読んでいる、あの、バックグラウンドで、あの、例えば、ね、あの、楽器を子供たちが使って音を出したり、あの、実際のチェロやピアノを演奏したり、それから子供たちが劇をやって、あの、聖書の物語を、こう、結構暗いんだよね、礼拝堂。まだグッドフライデーの後で、あの、すごく、暗いんですけど、暗い中でやります。そして、礼拝のその一つ一つのセクションの間に、あの、プレイズミュージックがあって、で、それは結構コンテンポラリーの普通の賛美歌をやります。バンドで。で、暗い中で演奏します。とにかく暗いんだよね。うん、それで、復活のところまで来たときに、私たちは、あの復活の歌を歌って、その間に教会の人たちがこの今のお写真の状態に、あのテーブルとお花を設置します。それでこの状態になって、カッて電気がついて、あのイエス様が復活されたってみんなで叫んで、でその時が、あのすごく感動してしまうという、非常に暗い中で何時間かいて、その後急に電気がついて、イエス様が復活したって言われたその時の感動っていうか、まだ2年間しか経験してないんですけど、まあ感動します。そして、あのイエス様が復活されて、イエス様が世の光となって、あの私たちに希望を与えてるっていうことが、なんかこう身に染みて感じちゃうっていうかね。 I also remember ミヨン、もうだからなんで実名を言うの。Well, yeah, but her dancing was usually a member who's very quiet and contained. During the Easter Vigil, the Holy Spirit just led her, and she just went dancing throughout the entire sanctuary. It was really cool. あの、一つのね、アクシデントが、二つのアクシデントが起こって、で、一つはその復活をみんなで叫んだ後に、あの、ある姉妹がやっぱり聖霊に満たされて、それで、あの、礼拝堂で踊り出したんです。で、そのダンスがすごく美しくて、で、姉妹は、あの、ダンスを習ってたのかってみんなで後で噂されるぐらい綺麗なダンスで。それで、その時に、あの、旗がね、あの、吹き流しの旗があったんですけど、それを手に、あの、まるでこう、新体操みたいにね、踊ってて。で、そのもう一つのアクシデントっていうのは、あの、一人の姉妹が、ろうそくの火がね、あの、頭に燃え移っちゃったの。She backed into it, and her hair caught on fire. それで、ちょっとだけ髪の毛が焼けちゃったんです。全然大事には至らなくて、ちょっとだけね、一瞬だけ。But the same person who was dancing ran over and knocked the fire out of the back of her hair. そのダンシングをしてる、踊ってる姉妹が、その髪の毛が燃えちゃった姉妹のそばを通った時に、あの、こう踊るようにしてね、あの髪の毛の火を消したの。それで、そしたらその後にユースパスターが、ユースパスターってこの若い人たちに教えてる牧師がいるんですけど、ユースパスターが、あの、主は聖霊の火を持って私たちを訪れられたって言って、そしてそれ聞いた時超びっくりしてそれどういう意味で言ってるのかと思ったんですけど、でもやっぱり、Yeah, that's right. He said the fire of the Holy Spirit came down. Fire of the Holy Spirit. でもまだそれペンテコステじゃないのに、もう来てしまったっていう。まあ、それで次の朝がいよいよ普通に。No, but our denomination, the denomination of St. Luke's is very open to spiritual gifts. そうね。あの、うちの教会は、あの、聖霊に関してとてもオープンなので、どんなことがあっても、やっぱり聖霊様のその働きっていうのを重んじる。
They're not Pentecostal outright because there's too much order in the liturgy, so they can't just allow people to just randomly exhibit the... やっぱり伝統的にね、昔からのこの礼拝の順序っていうのが決まっている教会だから、こう礼拝のそのプログラムを外れてとか逸脱してっていうことはしないんですけど、でもやっぱり聖霊のことをすごく大事にする教会で、and I think for the most part the way that even our visiting pastors from the same denomination come, they want all of us to experience the gifts of the Holy Spirit in our own personal life. 他の教会からビショップとか来た時も、yeah. すごく聖霊充満なメッセージで、でみんな心に炎を持った人ばっかりだよね、牧師が。イギリスではほとんどリバイバルを起こした方もいましたしね。だからそういう教会でそういうことがあると本当にやっぱりイエス様が火を持って訪れたのかと、聖霊様が本当に訪れたんだっていうのを思えてきて、すごかったですよね。で、それが土曜日です。はい。で、日曜日が普通の礼拝です。イースター礼拝で、それは特別なことはないんだけど、やたら明るいよね。やたらみんな喜んでて、それでもちろん昼間の時間に明るい中でやります。But the feeling of the celebration of Easter, it felt more lively and full of the Holy Spirit Saturday night at the vigil. そうです。でもどっちかというとやっぱり Easter, yeah. 土曜日のね、土曜日のイースタービジョルサービスが一番パワフルかなと思う。じゃあ次は十字架の写真を。はい、十字架の写真。で、この十字架っていうのが、イースター礼拝の時に礼拝堂に担ぎ込まれた十字架です。で、ユリの花が飾られています。Beautifully wrapped. はい。この下の部分まであるんですけど、この下の部分まで花が。The symbolism is just, I've never seen that before. Before, when I saw that, I was just like...It took my breath away because I was、ね、the symbol of the cross is the symbol of death. これなんで十字架が担ぎ込まれるかって言いますと、アングリカンの礼拝は毎週日曜日に牧師が十字架を担いで入場するところから始まるんです。毎週ですか？毎週十字架を。はい。で、グッドフライデーだけはみんなで外から入ってくるんですけど、はい、普通のサンデーっていうのは、普通の信徒の人たちは普通に着席してるんですけど、礼拝の最初の賛美歌が始まるときに起立します。それで礼拝堂の後ろから牧師と、それからミニスターズがこの十字架を担いで入場するんです。で、それはどこでもやってることで、一番ゴージャスなのがあれだよね、セントポール寺院ですね、ロンドンの。あそこの十字架の入場は一番すごいんですけど。で、普段は普通の十字架、この花がない状態の十字架を担いで入ります。でも、イースターの日はこの百合の花を飾った十字架を持って入場するんですね。はい。それなのでちょっと写真を撮ったんですけど、はい、暗かったですね。この日はちょっと曇ってて。But still, that's still 寒かったですね。Just the concept of, you know, because the cross is a symbol of death, and the flowers looks like they were actually growing out of the cross, and so that's because they were fresh, so that is like its life comes out of this cross. And when I saw that, I just like, all right, I just it took my breath away.この十字架がやっぱりなんで感動するかっていうと、そのヒデさんが今言ったことなんですけど、十字架っていうのは死ぬっていうことをこう表すものですね。十字架に貼り付けになったりとかですね。で、そこに花が生えてるように見せかけてるっていうのは、その命を表せて花が。それでやっぱりイエス様の十字架のゆえに私たちが生かされる。そしてイエス様がその命の与え主であるっていうことを、こう瞬間的にそれを見ただけでこう感じることができる。なるほど。もうちょっといいカメラだったら、もっと良かったんですけど。It's a good picture. You can still see those buds. で、その横に絵が見えますけど、それはじゃなくて、そのさっきの十字架の。お写真に戻って、そう、そのこの写真の中の右側に絵があるんですけど、
この絵はあのキリストの物語の絵で、あの礼拝堂の壁中にこの季節あの貼られて、それであのいろんな物語をあの私たちに見せて絵で見せてくれます。はい、そんなこんなのでお時間が来てしまいました。ねえ、あの意外とそういうことはあのプロテスタント、一応聖公会はプロテスタントになるんでしょうか、あのカトリックに近いですよね、聖公会はね、カトリックに近いですね、うんうんうん、でも他にも リタルジックチャーチはありますね、ルスラン、ルーテルとか、あールーテルもね、そうですね、うんうん、ルーテルもすっごく礼拝堂が美しくてね、 Yeah, also the、I think there's a difference in like how the、the liturgical churches all believe that something supernatural happens during the Lord's Supper. You know, the breaking of the bread and the drinking of the wine. You know. You're talking about communion? Yeah, yeah, but it's not just... Because the most mainstream evangelical churches do it as a kind of remembrance, but we don't particularly think anything special about it. But how does Q-chan feel about this one?例えばこの主の晩餐の話をさっきしましたが、はい、礼拝で聖餐式ってあるじゃないですか、はい、で普通のメインのエヴァンジェリカルの教会っていうのは、うん、あのイエス様がそういうふうにされた記念の意味を、うん、あのそれを思い出すために、はい、あの聖餐式をまあ、うん、多くの教会は月に1回とかやります。キューちゃんのところは毎週やってるし、 non-liturgical is just once a month、 あの人々はイエス様のことを思い出すためにやるんですけど、うん、あのレタルジックチャーチ、例えばその今うちの聖公会とか、うん、そういった伝統的な教会ではあの Every time. That means... 毎週それを行って Thursday, Friday, でそれを Saturday, Sunday, その生産式をこうに預かるたびに何か特別なことが起きるって信じてます。イエス様のことを思い出すだけじゃなくて、実際に生産式をに預かることによって何かが起きていると。何かこう超自然的なことが。People are healed. People are healed. 例えば癒しであるとか。Hearts are healed. People are、ね、having issues. デリバランスがあるとか。予言もあるでしょうし、デリバランスは解放ですね。解放があったり、予言があったりという。もちろん人が救われ。Yeah, once they feel that something happened when I took that. 何かが絶対に起きていると、そういう意識を持って。They want to, they know that it's something special happens. 何か特別、スーパーナチュラルだよね。Yeah, yeah, but it has to do with, yeah, and that's what I think is, was missing before.When I was taking the Lord's Supper, is that I just kind of said, okay, this is just to remember Jesus. Thank you for dying on the cross. But that was it, you know. I didn't think of like this as being, this is the body of Jesus Christ. でもそれはどこの教会でも実は起こってることで、あの私あのちょっと他の教会だったけどそういうのが起きた時にいたんですけど、あの車椅子で通っている兄弟がいたんですけど、あのその方 の, あのお友達もいて、でお友達は松葉杖だったんです。であの2人で助け合いながら生活されてたんですけど、あの教会に来て聖餐式の時にこうあのその教会では自分が前に行って聖餐式を取るそういうシステムだったんですけど、あのやっぱり足が不自由だとこ うまく近づけなくて祭壇に、それであの聖餐式を取ろうと思ってこう手が当たってこぼしちゃったんですよ。でその時にあの牧師があの今神様はあなたに触れられたって言ったんですね。でそれをあのその人たちは信じて、そしたら次の週から車椅子なしで教会に来たんです。わあすごい、すごい歩けるようになって、でやっぱりそれはやっぱりね本当に起きてることだよね。What about Jikan? はい、そうです。すみません、ちょっと時間が伸ばしてしまいました。いや、素晴らしいですね。あの私もちょっとそういう聖餐式の時に何か起きるという。起きてます。起きてます。あのそういう意識でやってみましょう。ね、素晴らしい。Yeah, because we...Yeah, because it's got to be something. I mean, for Pentecostal, well, you think about this. If you're Pentecostal, you believe the Holy Spirit moves in a lot of different things. Why do we take the Lord's Supper
for granted, and we never say that there's power. The Holy Spirit's going to work through these elements that we get. And it's going to make us... あまり心が入ってないっていうか、ただそういうものだからこう毎週やってたっていうか、毎月ですね、その教会の月1だった。で、毎月やってて、それなんでペンテコステ派でね、こんなに聖霊についてあの重きを置いてる教会に行ってるのに、聖餐式を普通のことだとしてしまったのだろうって今、聖が言ってて、でもっとね、聖霊十万であればあるほど、もっとすごいことが起きているって思うべきだと。Yeah, as Pentecostal people, we believe in God's healing power. We believe that the Holy Spirit works in mysterious ways, should I say, at the very least. But why do we say that, you know, every time we take the Lord's Supper, it's just, we're just, it's a symbolic act that has no power behind it in the Holy Spirit. I don't think they didn't ask Q-chan if he thinks that there's power in the Holy Spirit that goes behind it. Q-chan は、生産式についてはどういう感じ？その、十字架を覚えるということでね、それはすごく大事な真理で、十字架によって私たちは永遠の命を、神の命をもらう。十字架によって解放される、その信仰の原点が十字架だということを覚えるためですね。No more about the cross. That's what I thought, but the liturgical churches believe that the elements of this ritual that they do is so important that Jesus, elements of Jesus, the Holy Spirit or Jesus himself enter into the elements and become part of it.And it becomes a transforming thing to take it as it's taken in the liturgical churches. It's not just a ritual. It's actually, it's physically making yourself one with the church and one with Jesus. で、今の教会では、それももちろん in remembrance of me って言ってからテイクするんですけど、でも、なんていうかな、実際にイエス様の力、聖霊様の力がその儀式を超えてその中に入って、で私たちの中に働くというふうに考えて聖餐式を受けている、そういう感じです。Yeah, it's something where it's one way that Jesus reaches into our hearts and can heal us or can deal with our issues andbring stuff to our minds that we didn't think of before. It's once we invite him in through these elements. Through the 例えば、その聖餐式を取った瞬間に、イエス様も自分の中に来てくださって、そして今まで自分がイエス様に対して委ねきれていなかった部分を委ね、そこで認識して、イエス様に委ねることができたり。そういう、実際にそういうスーパーナチュラルなことが起きている、それが聖餐式だと。アメン、アメン。聖公会でも毎週聖餐式してるんですね。で、キューちゃんの教会でも、No, every service, actually. Yeah, well, he's doing it too. Thursday, Saturday, Sunday. あ、そうだ、日曜日だけじゃなくて、例えばそのメモリアルサービスの時も聖餐式をします。遅月でも聖餐式をしますし。あ、そうですか。もちろん今長々とお話ししたイースターの一連のサービスでも一つ一つ必ず生産式。ああ、そうですか。So Jesus said that when he first did the Lord's Supper, he said, そういえば生産式ばかりしています。It's like every time you greet together, do this and remember. He said like every time. He didn't say like once a month. He actually says each time you gather in my name, do this. 毎回そういうふうに。するようにというふうに書いてますですから、Which makes it more appropriate each time. まあやった方がいいよね。Yeah, but Q-chan でもフォースケア教会に行った時は、あれだったんですよ。そこはコンテンポラリーの聖霊派の教会ですが、一月に一回だったんですね、生産式。でも
なんか牧師が私たちに油を注いで、うん、で家で夫婦間で生産式をしたりとかそういう風にしてもいいっていう風に勧めてくれてます。あ、そうですか、ね、そうですか、ね、まあ、ちょっと家帰っちゃうとあんまやんないですけど、そうですね、はい、でもそういう風に言ってくださったんですけど、そういう風に言ってくださって、はい、いましたね、うん、うん、あと家庭集会でもやったさ、生産式。Yeah. Actually, when we went to the pastor's house on Sunday, that was the only time we didn't. でもその日の前、その時の前にもう礼拝堂でやってるわけだから。And of course, when, you know, before someone passes away. I mentioned about memorial service. No, no, I don't mean memorial service. I mean when they're in the hospital bed dying. あ、うん、もちろん。Remember, Amy had her last. Yeah, あれです。あの、人が亡くなる時も病院で。ああ、そうですね。それを授けてもらうっていう。That's a memorial. Yeah, they consider that. あの、聖公会で、あの、そのヒデさんと秋雄さんが言ってる教会のように、あの聖霊派になっている聖公会は何パーセントぐらいありそうですかね。聖公会 Do you Anglicans that emphasize on the power of the Holy Spirit? It's they had remember they had some kind of a meeting of some kind、I know that そう、私たちの入ってる教区、yeah. ウェスタンアングリカンっていうんですけど、Western Diocese, そこは全員萌え萌えに燃えてる。すごいですね、すごい。Yeah. あの、And、それで、そこであの、Remember、いろんな人たちが。We had the visitor from the bishop of Massachusetts, and he was even more,、ね、he was more Pentecostal than Father Rob. さっきも少し言ったと思うんですけど、yeah. あの、そのウェスタンアングリカン、ビショップというちょっと牧師 の、 あの束ねる形の牧師ですね、はいはい、でその方がうちの教会に来てくれた時 の、 その私言ったんだよ、うん、No, no, 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 I said the Eastern, not the Western. あ、Eastern? From Massachusetts, remember the visiting? He came for some special occasion. I'm talking about the Western Anglican. And he gave a fiery Pentecostal sermon. で、それプラス、wow. あの今、yeah. ヒデさんが言ってる、うん、あのマサチューセッツから来たビショップはあの、うん、イーストそうなんだよね。Mm-hmm. Eastern Anglican? Yeah, Eastern Anglican. So I think it's American Anglican Church. で、そのっていう教区の、もう、すごい聖霊に燃えた。So, yeah, he was, なんていうのかな、私たち一人一人にね、あの、火をつけるような牧師だったね。It's like a fire だったね。He was like a fire. それで、あの、だから、ウェスタンもイースタンもそうだよね、多分。でもそんなに多くはないと思うんです。全部の聖公会がそうっていうわけじゃないです。But it's really good to know that the leadership is all open to the gifts of the Spirit. でも儀式はやってるよ。どこのアングリカンでも全部。Yeah. うん、ただそこに聖霊が働いてることを信じてるかどうかっていうのは差があるかもしれないけど。儀式は全アングリカンチャーチで同じようにやってます。Yes, I think the denomination though is moving in the right direction to be open,、mm-hmm. but members are going to move slower, you know. The younger generation is definitely more open. I mean, you see the young people going to those,、what do they call the Jesus something or other? Jesus cult, no, culture? What was it, Jesus culture? I don't know. Yeah, our young people are going to these meetings that are、mm-hmm. basically Pentecostal. I don't know about that. They're getting open to the Holy Spirit and the gifts. そのデノミネーションがそういう聖霊様の方に今あのますます動いているそういう時なんです。ああ。そうするとあの昔からのアングリカンの、そういうオールドジェネレーションの人たちは、こうもっと徐々にこう聖霊様に心を開く感じなんですけど、もう若者たちはもうすぐにですね、いろんなあの例えば癒しの祈りをしたり、それからかなり聖霊の働きの強いミーティングにあの出席したり、They're praying for healing with each other and actually getting healed. それがね、ヒーリングのね祈りはあれだよね、あの、祈った後にどうですかって聞いて、まだちょっと癒されてないって言うと癒されるまで祈るっていう、本当にすごいなって思って、そうですね、うん、素晴らしい、素晴らしいですね、うん、
でもなんかすべてのいいところ取りみたいなね、うん、そういう伝統的な聖書の箇所もいっぱい自分たちで読むし、うん、あそういう癒しの祈りもしてもらえるし、聖餐式も毎週ね預かることができる。で音楽もそのすごい綺麗なね昔の賛美歌もやるし、まあ、最近のね YouTube でよく聴いてる賛美歌もやるし、何でもあるんですね。あのカリスマ派の影響でね、今世界の教会がリバイバル起きてるんじゃないですかね。いろんな古い教派が ね、 あのカリスマ派のいろいろな霊的なその動画を見たり、うん、その集会に出たりして、若い人たちがそういう本当に神の力をこう知ってきたんじゃないでしょうかね。うん、でもカリスマ派の影響ではなくて、うん、まあもちろんあるけど、うん、もう精霊のなんていうかな、もう終わりの時代だから、うん、ダイレクトっていうか、うん、多分アングリカンだけじゃなくて他のとこにも、うん、こう精霊が直接もう働いてるんじゃないんですか、ね、この世の終わりに向かって。そうですね、もちろんそういうキューちゃんの言われたような背景もあるでしょう、うん、そしてあの私はでも終わりだから、うん、もうこれから世界が滅びるので、うん、余計に精霊の働きが、うん、あの活発になってるので、なんかあのそのアングリカの 教会ではあのリバイバルっていうその言葉使いますか? Do they say revival? I think it's more like they're not praying so much for revival as they're just trying to pray for the people who have already committed themselves to Christ to get more of the Holy Spirit to be able to use in their daily life. So the focus of their ministry is, revival works best when a church dwindles down to such a small number of people because everyone leaves and there's only a core group of really strong Bible believing people who just, you know, they just like put on sackcloth and throw dust in the air and they lie down and they just cry out to God and ask God to heal them and to heal the church, and then the church can start to grow incredibly fast from that, and that's where a revival can happen. But if the church is doing well and moving forward, why do you need revival? We still need a revival. We do. No. We do. No, you don't. You only need a revival if there's a backstep, right? Mm-hmm. Revival is in English. No. I'm telling you what revival means in English. I don't know what you translated into Japanese, but revival is completely unnecessary. You think Pastor Scott needed a revival? Are you kidding me? I think that guy was living going after. Yeah, of course. Not personally, no. He was always following Christ. No, when you step back and you feel like you're losing... Can I translate that much? Yeah. ヒデさんが言うには、はい、のリバイバルはちょっと私たちとはちょっとコンセプトが違う感じで彼は思ってて、例えばその今教会でリバイバルはよく言いますかっていう質問に対しては、そういうことよりもむしろこう今教会で救われた人たちがもっともっと聖霊を受けるように祈るし、で私が見たのは教会にいる人たちの中で自分は救われたのかわからない人がいるんですね。その確信がない人とかいるじゃん。でそういう人たちを一人でもなくす努力っていうのは見られるんです。そう、誰もその救いを逃さない。そしてそれからは誰も聖霊を逃さない。そういうふうに祈っています。で、もし自分が聖霊をたくさん持ってて、神様のことをもういつも望んでいるのであれば、リバイバルっていうのは、キューちゃんみたいなすごいクリスチャン。キューちゃんみたいなすごいクリスチャンね。もうリバイバルは必要じゃないし、リバイバルは正しいことでは、その言い方ではないって言うんだけど、私とキューちゃんはそうは思わないですよね。私たちがどんなに聖霊に対して燃えてても、リバイバルは必要ですよね。思いませんか。そうですね、リバイバルは終わりの雨みたいなね、その終わりの Rain. Later rain. そういう
終わりの時代の聖霊の血中ですかね。もちろんその個人的なリバイバルも含めて地域的なリバイバルとかね。Revival in English. Revival in English has to be connected to either straying away from Christ and then returning to Him would be revival. The second thing is if your doctrine has become bad, and this is something that happened in our denomination, Anglican denomination. Remember they had the international meeting last year where all of the Anglicans around the world gathered in one place and they actually made the hierarchy promise to... before God to follow the scripture which they had been straying from, and they did it, they actually did it, and so now we have to see what's going to happen with the world Anglican. So they could stop supporting homosexuality is one of the things they wanted to do, was stop supporting it, and the other things were to keep the doctrine you know whole. But this had to be, this has to be instituted from the top down, and then you can have revival in the denomination.で英語で言うリバイバルっていうのは、例えば個人の信仰がそれてしまって、それを悔い改めて、真っ当な道に戻す時の意味が、またそれが起こった時にそれがリバイバルであり、またはこれはアングリカンチャーチに起きたことなんだけど、私たちは神のその教えっていうか聖書の教えに忠実にこう従っていって、いなかったんじゃないかっていうことをそれを悔い改めたんですね。で、それは今まだ結果はその 待っている段階なんですけど、そういうのがリバイバルだっていう。で、キューちゃんはその終わりの雨が降る、その聖霊様の終わりの雨というのがリバイバルだと思うんですけど、キヨが思ってるリバイバルっていうのは自分の信仰がどこであってもさらにイエス様が、そのイエス様の霊が近づいてくれて、自分を変え、ドラマチックに変えてくれる、何かそういうブレイクスルーっていうか、またはその人が癒されたりとか、そのたくさんの人が救われたりとか、その地域ぐるみで何かスーパーナチュラルなことが、神、その霊がその上に臨んだがゆえに起こること、それがリバイバルだと思うので、日本は絶対にリバイバルが必要だし、アメリカはすっげえリバイバルが必要だし、アキオ個人の信仰にもリバイバルが今来てほしいです。アメン、アメン。私にもリバイバルが必要です。私キューちゃんはもっともっといつも求めてる。そう。もう圧倒的なリバイバルが必要ですね。I think, revival, we usually use that word only for like an area or a group type of thing. Americans never think of revival as being like an individual thing, because that's really repentance and restoration to your walk with Christ, to return to Christ after, you know, asking for forgiveness and then being cleansed and forgiven by Him and restored into the...そのリバイバルがさっき言ったように、その個人的にはそういうのではなくて、その地域的にこう悔い改めて神様によってリストアって今言いましたけど、そのもう一回こう立て上げ直されたりとか、そういうことって言うんですけど、ただ私が言ってるのは、もし私たちがリバイバルのために祈ってると、だんだん聖霊様がリバイバルが何かっていうのを教えてくれるの。で、そういうふうにやってるうちに、やっぱり自分にもそれが起きてほしいと思うようになるわけ。それで私は、その結果、リバイバルのために祈ってるうちに、ああ、それはもう自分にも起きたらすごいと思ってしまい、やっぱりそれはもう、そのことを祈らずにはいられなくなるんです。そういうものじゃないかって思うんで、まあ秋代の信仰生活にリバイバルは欠かせないし、リバイバルがスターティングポイントだし、リバイバルがそのあれだよ、エンドマークでもあるし。Yeah, the revival is the job of the Holy Spirit. I mean, the Holy Spirit is what makes the revival. つまり聖霊様だし、それヒデが言うようにリペントも入ってるし、リフォームも入ってるし、リストアも入ってるし、リザレクションも入ってるの。私たちの信仰のリザレクション、つまり復活っていうのもそこに入ってるの。リバイバル。で、癒しも入ってるし、デリバランスも入ってるし、
すべてがそこに入ってるの。なぜかっていうと、神様はすべてであり、神の霊はすべてを持ってる。だから、Christ is enough なの。アメン。Christ is enough for me. そうなの。Christ is enough。ちょうど時間来ちゃったんですけど、じゃあ、すいませんでした。こんなつもり。ヒデさんに、じゃあ、お祈りしていただいて、アキオさん、訳していただけますか。はい。はい、you pray first and I'm praying Japanese. Okay, Lord, thank you so much for this time. 神様、この時を本当に感謝します。We thank you that, we could talk a little bit about, America's politics. 今日はアメリカの政治について少しお話ができました。Particularly the Republican Party. 特に共和党について話せました。And, but most importantly, Lord, thank you for the time we could talk about, evangelical churches and revival. そして、そのことも感謝なのですが、私たちは、イヴァンジェリカルチャーチと、それからリバイバルについてお話できたことを感謝します。And so, Lord, we know that you are the, source of all, revival, and you are the power behind any revivals. イエス様、あなたは、すべてのリバイバルの根源であり、そしてリバイバルの後ろに働く力であります。And so, Lord, we know that you can awaken the spirit in anyone who is of you. イエス様は、そのイエス様に属するその、魂がどのような誰のものであっても、それを揺り起こすことがおできになります。And so we pray that you would awaken the hearts and souls. どうか、この人々の心、そして魂を揺り起こしてください。Of all the people who are listening to this broadcast, 特にこの放送をお聞きになっている、すべての人々の心にそれをしてください。And continue to be with Q-chan. そして Q-chan とこれからもずっと共に会ってください。And help him to be able to reach and to teach those who you have set aside.そしてイエス様が選んだ特別な人たちの心にこの放送を通して、届くことができますように、そして教えることができますように。 Allow everyone to understand how much you love them, Lord. そしてイエス様がどれくらい、一人一人を愛しているのかを、一人一人が知ることができるように助けてください。 And allowAnd always allow Q-chan to have extra portion of Holy Spirit to communicate that. そしてそのことがうまくコミュニケートできるように、いつも Q-chan に、エクストラの、特別な、聖霊様のポーションを与えてください。Thank you so much for his ministry and his love for the Japanese people. Q-chan のミニストリー、そして Q-chan の日本人の魂に対する愛を感謝します。And always bless him in his ministry and help him reach more and more people through this broadcast ministry. いつも Q-chan を祝福し、一人でも多くの人たちに、このメッセージが伝わるように、この伝道部屋を祝福してください。And pray this in Jesus' name. イエス様によってお祈りします。アーメン。アメン。アメン。ありがとうございました。嬉しいです。もっとリバイバルの話がしたいです。そうですね。リバイバルの話、いいですね。今度ペンテコステがやってきますから、その日になったらまた。そうですね。今年は5月何日だったかな。ペンテコステがありますね。はい、何日ですか、今年。今年何日だったかな、ちょっと見ないと分からないです。また、でも、しばらくありますね、それまでね。そうですね、50日、50日ありますね、50日ですね、あとね。
じゃあ、はい、あ、時間来ましたね。じゃあ、皆さん、はい、ありがとうございました。あの、アメリカの大統領選挙と、あの、アングリカンの教会の話を聞けました。それじゃあ皆さん、また夜8時にお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。シャロー。